ちです。ピピピス、動画を見てくださってありがとうございます。今日の動画はなんと、この動画を見れば春のトレンドが一発でわかる 2021SS のトレンド徹底解説をやっていきたいと思います。 GU、ユニクロ、ザラなどの皆様おなじみのブランドの春の新作を使ってトレンドをご紹介していきます。トレンド徹底解説とは何だっていう話なんですが、2021年 SS スプリングサマーのトレンドカラーやトレンドアイテム、そして私自身がいろんな展示会などに行って、このアイテムとかこのカラーは絶対に押さえておいた方がいいよというものなどを含めて、この動画を見れば2021年の春のトレンドが絶対にわかる、そんな徹底解説動画になっております。これから春のお洋服のお買い物をしようとしているそこのあなた、ぜひぜひこの動画を見てから春のお買い物をしていただけると嬉しいです。それでは早速動画いくぞ。ということで、まずはトレンドカラーを徹底解説していきたいと思います。 2021SS のトレンドのカラーは、一つ目はシャーベットカラーでございます。シャーベットカラーっていうのはパステルカラーよりもより淡いカラーのことをシャーベットカラーと言います。で、そのシャーベットカラーの中でも特にアイスブルー、ライトグリーン、そしてひよこカラー、この3色が特にトレンドになってきます。まずアイスブルーなんですが、私がユニクロさんの 2021SS の展示会に行かせていただいた時に、このアイスブルーのジャケットが展示されていて、もう私はこのジャケットが発売されたら絶対に購入すると決めている商品です。まだ多分販売されていないのかな。ちょっとね、事前にサンプルをこう着用させていただいて写真を撮らせていただいたんですが、もうこういう感じの鮮やかすぎずにでも薄すぎずに、こう綺麗な空みたいな、そういうアイスブルーが今年はすごくトレンドになってくるので、みんなユニクロの新作が出たらこのジャケットは買うべきかなと思います。まあ、あとは GU でこのグリーンのねジャケットが出ていたんですが、あ、これはねライトグリーンって言ったらライトグリーンだし、ブルーっぽいっちゃブルーっぽいので、もう少しこうお値段を抑えたものが欲しいっていう方は GU のこちらのジャケットもすごく可愛いと思います。私は購入済みです。次はライトグリーンとひよこカラーなんですが、こんな感じの商品が可愛いんじゃないかなと思います。特にひよこカラーってなんぞやっていう話なんですが、パキッとした鮮やかなイエローではなく、ベージュまではいかずに卵ひよこピヨピヨカラーみたいな感じのカラーがすごく今年は来るんじゃないかなと思います。ジュンっていうブランドの展示会に行った時に、このひよこカラー、ピヨピヨカラーの商品がね、すごくたくさんいろんなブランドに展開されていたので、あ、今年はこのカラーすごく推しているんだなとその時に感じました。で、今ご紹介したアイスブルー、ライトグリーン、ひよこカラー、これ以外で私が個人的に結構注目しているカラーがあって、この薄い淡いパープル、このカラーも結構いろんなお店で見かける機会も多かったですし、トレンチとかパンツとかブラウスとか結構いろんな商品があったので、薄いパープルの商品も買ってみてもいいんじゃないかなと思います。で、2つ目はですね、毎年トレンドのアースカラーが今年もトレンドになってくるんですが、アースカラーって言ったらこうベージュ、カーキ、ブラウンとかのカラーで、春はやっぱりもっぱらベージュがすごくトレンドになると思うんですが、今年はベージュよりも割とこうブラウン、ちょっと濃いめのカラーがねすごくトレンドになってくるので、そこも要チェックです。で、そしてお次がトレンドアイテムでございます。で、今回紹介するトレンドアイテムは2パターンがあって、まず1つ目が2021のコレクションで発表されたトレンドアイテムです。コレクションっていうのはこうシャネルとかディオールとか、そういうハイブランドのファッションショーで毎回トレンドのアイテムが発表されるんですが、その際に発表されたものです。もう一つは、私が実際に展示会に行ったりとか、GU、ユニクロ、ザラとか行った中で、こう身近なブランドがリアルに出しているトレンドアイテムをご紹介していきたいと思います。で、まず一つ目のコレクションでのトレンドなんですが、まずは毎年春トレンドのロングアウター。これはね、ロングのトレンチとか、結構毎年ね、定番になるアイテムです。そしてね、もう一つが、このクロップドアウターっていうのも 2021SS のトレンドになってきます。クロップドっていうのは、ショート丈。丈が短いっていうのをクロップドって言います。まあ、なので、毎年ね、ロングアウターみんな買っていると思うので、今年は去年と違ってショートのね、このクロップドのアウターを一着買っておくのがすごくいいんじゃないかなと思います。で、結構多く見られるなと思ったのが、クロップドのすごく短いニットカーディガン。私もね、個人的にフィフスさんのショート丈のニットのカーディガンを持っていて、これも春のトレンドになってくると思うので、こういうのを買ってみるのもいいんじゃないかなと思います。そしてお次はブレザーもすごくトレンドになっています。まあ、いわゆるジャケットですね。私が普段からたくさん着ていて、GU の購入品とかね、先ほど紹介したブルーのジャケットとかも全てブレザーの形のジャケットになるので、春の必須アイテムになってきます。まあ、なのでベージュ、ブラウン、アイスブルーとか、そういうカラーのブレザーのジャケットをゲットしておくとすごくトレンドっぽくコーデができると思います。で、そしてお次はキャミワンピとかタンクトップのワンピースがトレンドになるとファッションショーで言われているんですが、私はね、実際お店とか見たりとか展示会に行った感じで、そんなにキャミワンピをたくさん展開しているブランドさんがあんまりなかったような気がするので、私は今年の春はそんなにキャミワンピを買う予定はないかなと思います。お次
やパフスリープとかエンジェルスリープとか、こうお袖にねボリューム感があるものがトレンドになると言われています。私が行った展示会では結構どのブラウスも全部ボリュームスリーブなんじゃないかなってぐらいすごく展開してるお店が多かったので、これは絶対に買っとくべきかなと思います。でこちらは私も肌で感じていて、先日購入したザラのねこちらのブラウスがすごくこうお袖にボリュームがあるパフスリーブのアイテムになっているので、まあ、春は引き続きボリューム感のあるブラウスなどはすごくトレンドになってくると思います。でここで私が個人的に感じたのはフィンガムチェックとかチェックがやっぱ引き続き今年もすごくトレンドになっているなと思っていて、このザラのチェックのブラウスだったりとかもですし、やっぱいろんなチェックの中でもギンガムチェック、そして黒じゃなくてベージュとかちょっとこうアースカラーのギンガムチェックが特にトレンドになるんじゃないかなと私は思っております。そしてもう一つがですね、大きめの襟が結構いろんなお店で展開しているところが多くて、私が今着ているこちらのワンピースも白の大きめの襟がついているし、まあ、先ほどのザラのやつもですし、結構大きめの襟のブラウスとかワンピースとかを展開しているお店がすごく多かったので、そこも結構注目ポイントかなと思います。でお次がですね、これがあんまり知られていないトレンドなんですが、裾絞りのパンツがいろんな雑誌とか展示会とかで結構お見かけする機会が多かったので、足首がゴムなどでキュッと絞られているなんかスウェットパンツとか結構ラフな感じのパンツを切れ目とかカジュアルとかとミックスさせて着るこのパンツが結構トレンドになってきて、まあ、でもちょっとね上級者さん向けのパンツかなと思って、これを可愛くおしゃれにコーディネートするって少し難易度が高いかなと思うので、まあ、頭の片隅には入れつつこういう感じのパンツまあいいなぐらい思っておくのがいいんじゃないかなと思います。そして引き続きシースルー透け感のあるものもすごくトレンドになっています。まあ、これはねずっと前からトレンドってなっているんですが、 2021SS のね春の商品でも割と展開しているお店が多かったかなと思います。ということで 2021SS のトレンドカラーとトレンドアイテムを一覧皆様にねご紹介したと思うんですが、ちょっと最後に今お話しした内容をギュッとまとめておさらいをして終わりたいと思います。まずトレンドカラーの一つ目がシャーベットカラー。シャーベットカラーはアイスブルー、ライトグリーン、ひよこカラー、そして薄いパープル、そして二つ目はアースカラー。特にアースカラーの中でもブラウンがすごくトレンドになってきます。お次はトレンドアイテムでロングアウター、クロップドアウター、ブレザーのジャケット。でこの中でも特に推しなのがクロップドアウターとカラーのブレザーでございます。お次がキャミワンピース、パフスリーブなどのお袖にボリュームがあるもの、そして大きめの襟やギンガムチェック、裾絞りのパンツです。ぜひ春のトレンドアイテムのお買い物の参考にしていただけると嬉しいです。以上、2021SS のトレンド徹底解説でした。本日もお忙しい中動画をご視聴いただきありがとうございました。インスタグラムやツイッターもやってるので遊びに来てね。それではまた次の動画でお会いしまーす。バイバーイ。ピーピーちゃん。わーきわーきです。見てくれてありがとうございました。本編長くなってないかな？喋りすぎた気がするんだけど大丈夫？ちょっと長くなってそうだからおまけお餅一瞬にしますね。ということで皆様からずっとリクエストいただいていたトレンド徹底解説でした。まあ、この動画を見てねトレンドを学び、お店で商品選ぶときにこれはトレンドだから買っとこうかなとか、自分がお洋服で悩んだときに少しでも参考にしていただければ嬉しいなと思います。ということで今日も見てくれてありがとうございました。また次の動画で会おうね。バイ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 。おいしょ。私さ喉でゴクゴク鳴らすの得意なのよ。どれもいいよね。わかる。どれもいいよね。じゃあねみんな、可愛い春のトレンドぜひお洋服ゲットしてね。